はい、皆さんどうも、キスケでございます。今回ですね、また新カードが、5枚発表されたんで、一緒にちょっと見ていきたいと思います。それではね、よろしければ動画の方最後まで見てってください。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは、レディーゴー。はい、まず1枚目、こちらのカード、キリン、5コス05、進化後27、ニュートラルのゴールドカード、守護。自分のターン終了時プラス2プラス0すると、攻撃時フォロワーへ攻撃したなら、ダメージ与える前にですね、そのフォロワーに、攻撃力分のダメージを与えると。だからまあダメージ計算を行う前に相手のフォロワーを破壊することができるっていうことですね。まあその、まあ、ニュートラルなんで、まあ、アリスとのシナジーが非常に強いんじゃないかなと思うんですね。だからまあアリスを使って進化して、キリンを置いとけば、5コス、57の、58か、58のね、守護が、フィールドに出ると、5ターン目に。いや、それはね、やっぱ強いと思います。やっぱりね、結局のところ、ニュートラルカードが強くなっていくんかなと思うんですけども、またアリスの、またアリスが強くなっていくと、っていう感じですかね。はい。それではね、次のカード、行きましょう。はい。お次のカードはこちら。エルフシンガーポルカ。はい。2コス32、進化後54と、エルフのシルバーカード。ファンファーレ。自分のリーダーは手札のフォロワーをプレイできないを持つ。この能力はこのフォロワーが場を離れるとき失われると。まあ、その2コスで、攻撃力3っていうスタッツの代わりに、手札のフォロワーをプレイできないっていうデメリットはあるんですけども、まあ、攻撃力は非常に高いと。まあ、そのミニゴブリンメージでもサーチできるんですけども、まあ、そのデメリットが大きすぎると。手札のフォロワープレイできないっていうのはもう完全にそのテンポエルフとか、まあ、アグロ系のエルフには入ってきますかね。そのやっぱりなんですかね、スペルや、アミュレットで、フェアリーを展開していくぐらいしか、まあ、できなくなっていくんですけども、まあ、2コス32っていうスタッツを果たして使う価値があるのか。まあ、テンポアグロには入ってくるでしょうけども、まあ微妙ですよね。まあそうですね、微妙ですね。あまり使われないカードなんじゃないかなと思います。次のカードいきます。次のカードはこちら、空風鈴。2コス21、進化後43、ロイヤル兵士のシルバーカード。突進、ファンファーレ、エンハンス6で、ターン終了まで必殺を持ち、ターン終了までこのフォロワーへのダメージはゼロになると。まあそうですね、まあ、アルベールの、エンハンスを使った時のようにダメージはゼロになって、必殺で取れると言うんですけど、まあそうですね、2コスの、突進持ちっていうことで、まあ結構強いのかなって思いますね。まあ、エンハンス6を使えば、まあ、そのバハムートで返された時も取れる、上から取れると。まあ、そう考えると、まあ、割と強いのかなと思うんですけども、どうでしょうかね。どうなんだろうね。まあ、エンハンス6の効果は非常に強力ですね。まあ、ただ、まあ、パッとしないですね。まあ、使われるでしょうけど、あまりパッとしないカードなんじゃないでしょうか。はい、次のカード、いきましょう。はい、お次のカードはこちら、ミスティアスト・ロジスト。6コス56、進化後78、ウィッチのブロンズカード。ファンファーレ、自分の場に他のフォロワーがいるなら、土の秘術。自分の他のフォロワー一体はプラス1プラスされて守護を持つと。まあ、6、6コスっていうのがちょっと重いですよね、でも。ただまあ、6コスっていうのは、その、若かりしレビーがいるんですよね。だから土デッキに、若かりしレビーを抜いて、このカードを採用するかって言ったら、まあ微妙じゃないですかね。そのやっぱり若かりしレビーの方が強い、盤面を処理できるし、まあ、相手のフェイスにも3点ダメージを与えれるっていう分には、まあ、こっちはどうしてもその守りの土に採用されてくるのかなって思いますね。だからそのガーディアンゴーレムだとかを展開し、どんどん展開していって守りながら、勝つと、そういった土にはまあ採用されるでしょうけども、やっぱり今の土っていうのはやっぱり攻撃的な土ウィッチが多いので、まあその攻撃的な土ウィッチに採用されるかと言われると、まあ採用されないんじゃないかなと思います。次のカードいきましょう。はい、お次のカードはこちら、ウロコの強戦士。
ロッコス4号進化後67、ドラゴンのブロンズ、必殺と。いやほんまにね、こういうカードがね、マジでスタンダードパックにあってもおかしくないようなね、クソみたいなカードですよね、こう言ってしまえば。正直こんなカード誰も使わない。ロッコス必殺持ち、まあエンハンス8ぐらいでね、まあその後このカードは進化するだとか、まあ、そういう効果をつけるならば、まあ使われるかもしれないんですけども、まあその必殺のみなんでね、まあ使われないでしょこれ。だってドラゴンには大釜の龍騎、伊達政宗、その2枚があると、まあその2枚がある時点でもうこのカードは正直使われません。もう言い切っていいぐらい多分このカードは使われないと思います。まあその2ピックならば非常に強力なカードになってくるんじゃないかな。だからまあ使うとしたら2ピック、まあランクマッチで見ることはまあないでしょう。はい、それでは、ね、以上で5枚のカード紹介したんですけども、いやどうですかね皆さん。まあ今回のカードやっぱりそのパッとしたカードがないんですけども、まあ地味にじわじわとくるようなカードはあるんじゃないかなと思います。まあキリンだとか、キリン、まあ空風林だとかは、まあそのデッキの採用がね、まあ考えられるようなねカードなんじゃないかなと思います。まあ結局ニュートラルが強いのかなと思いましたね。はい、それではね、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではバイバイ。